超原子力発電所は、フランス共和国アルデンの検証に所在する原子力発電所。施設は、マース川の北岸にあり、シャルルメジエールから北へ4 0キロメートルベルギーのディナンから南へ2 5キロメートルに位置している。発電所は3方向が、ベルギー国境に囲まれた突出地域にあり、首都、パリまで2 1 0キロメートルの距離がある。 小原子力発電所は、フランス電力の職員680人を含む、約900人の従業員が働いている。小原子力発電所は2箇所に分かれ、チューズ A とチューズ B の合計3基が建設されていた。このうち、最初のチューズ A は、非常に特徴的な構造で備え付けられていた。フランス発の加圧水型原子炉の原子炉建屋は、 地下150メートル部くにタービン建屋は地上に設置されていた。原子炉格納容器と4機の蒸気発生機は地下に設けられ、使用済み燃料プールの冷却や緊急時の回路については他の地下施設に設けられていた。1962年、チューズウェイを建造する際フランス電力公社は初めて製造する。 カーツ水型原子炉のライセンスをウェスティングハウスエレクトリック社から取得した。このためチューズ A は5倍以上の出力を持つシッピングポート炉のコピーであった。1967年に送電網に接続され305メガワットの出力を発揮していたが1991年10月30日に運転終了し廃止される。また、チューズ A は ベルギーとの共同開発でもあり、合弁会社であるアルデンヌ・フランス・ベルギー原子力エネルギー会社が運営に関わり、建設にはベルギーのアセコ社が参加している。チューズ A はアルデンヌ原子力発電所とも呼称される。2010年4月、フランス電力は 主要一次回路や原子炉格納容器の解体工事について供給元のウェスティングハウスエレクトリック社が解体することになる。中核部分の廃止措置の段階については2020年から2025年までの間に完了する必要がある。チューズ B は1996年8月から稼働しているが1980年と1982年には 周辺住民による激烈な反対運動が起きている。法執行機関による取り締まりは過熱を極めた。ビルーモランにあった2世紀にわたり運営されていた56ヘクタールの製鉄所は1984年に停止されたが、その一部は反核運動に転じた。フランソワ・ミッテラン大統領が新たに選出され、ピエール・モーロは首相率いる。 社会主義政権下で建設が実行された。小原子力発電所では2機のチューズ B を利用したニュートリの振動実験であるダブル小が実施されており、2011年11月には最初の実験結果が示されている。核原子炉の特性は以下の通り。ありがとうございます。